近々目の前の地球儀で膝ぶったたかれちゃペンでやっちゃったんですけどお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをキンキンこっちだけぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをねやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ今日もね、冒頭リュウさんです。これはですね、僕が YouTube 毎日更新3年間やり続けた結果みたいなことをですねまとめた動画にくれた分ですね。キンキン目の前の地球儀で膝をぶったたかれジャペン来た言ってますけども、リュウさんがね、もう僕の弱点の膝をですねピンポイントでね狙ってくるっすね。ほんとねすごいっすね。いやこれね、相手の弱点を攻めるっていうのはまあ基本中の基本ですよね。でね、やってみようと思ったんですけど、この地球儀ねめちゃくちゃこれ重たくてですね、ずっしりしてます。ちょっとまあ危ないし、ちょっとねやりにくいなと思ってねやってないんですけども、いや基本にね忠実なリュウさんですね、本当すごいですね。いつもありがとうございます。さあじゃあ今日もですね、飲んだことないビール買ってますんでね、ぶっ決めていきましょう。さあ今日飲んでいくのこちらです。買ってきました、ザ・プレミアム・モルツアンバーエール。これがね限定発売って書いてます。裏ですね、ここ見ましたらですね、濃色麦芽と希少カリスタホップを一部使用した芳醇でフルーティーな味わいと軽やかな余韻って書いてますね。めっちゃ美味しそうですね。アルコール分 6% ですね。ちょっと色も気になりますけども、さあぶっ決めていきましょう。さあ今日もキンキンに凍ったジョッキ登場、凍ってます。これほんとテンション上がるんすよ、マジ最高。ジョッキしか勝たん、最高だわ。さあ行きましょう、よいしょ。それうーわ、色濃いめだな、思った通りな感じの色してましたね。うわうまそう。っていうかね、プレモルうまいんすよ、こんな絶対美味しいっしょ。あ、今日はですね半日間仕事したんですけど、その後温泉サウナ行って3本撮りの3本目ですね、これね。よいしょよいしょ、おっしゃ、匂い、あーもう酔っ払いそう。めちゃくちゃ綺麗な色してますね。さあぶっ決めていきましょう。プレモルのアンバーエールですね。いただきます、いってみます、乾杯。お疲れ様でした。ごめんなさい、しました。今日のやつですね、まあ、やっぱねプレモル美味しいんですよ、まあ、初めて飲むビールでどんな色してるかなってちょっと予想した感じとね、色の感じがね僕一致してましたね、合ってましたね。飲んだ感じもまあ想像ができるような感じの味してましたけども、アルコール分 6% な割にはね飲みやすいビールかなと思いましたね。ちょっとまあ言葉にするの難しいですけどね、まあ贅沢なビールだなってそんな感じの味してましたね。で最近だったらですね、あのクリアサヒの秋の宴、あれがね、あれ安くてめっちゃ美味しいんですよ。なんか今日のやつ飲んだ時にそれがね頭をよぎったんですけども、それとね飲み比べしてみてもね楽しいんじゃないかなってね、そんな感じの味してましたんで、もしですね、まあ、飲んでみたくなった気になった方でしたらぜひね試してみてください。さあ最後に次回告知です。明日もですねビール行きましょう。これもですね、なんだこれっていうビール見つけて買ってきました。アサヒビールさんから出てる生ビールで、花鳥風月って書いてますね。プレミアムビールって書いてますね。これもねデザイン目引きますよね、かっこいいですよね。もう今からねテンション上がってますけども、とりあえずね明日こいつぶっ決めてくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ビールやっぱ最高だわ。オーライさん。